はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアワーを始めていきたいと思います。まずオファーを見ていきましょう。今のルールでは女子選手の補強しか許されておりません。結構安い選手多いな、まだ。後で書くと、一気に高くなった。チンタオ、天心、ヒッポリト、扇、ユタヤ。ないですね。おっと、練習試合 N2 なんでしません。選手データ見てみましょう。昨日選手いないですね。特訓しましょう。と思ったら特訓済みだったね。翌週行きましょう。さあ、今度はどうかな。まだ女子選手出ませんね。やっぱり後半にならないと出ない。おっと、キャピタル東京か。まあいいでしょう。242か。フォーメーションですね。いろいろありますね。352。両者像の MF はウィングバックと呼ばれていて、上下運動ですよ。を繰り返し行うことで攻守に貢献します。というわけですね。この352と何が違う？あ、なるほどね。4人なんだ。343がこうなりますね。ちょっと攻撃が多いよな。352って言ってみますか。となると、ここではですね、この右側のウィングバックにいい選手を出すことが重要だと言われております。でも、サチコ、ユーラと緑を入れ替えて、エリカと緑にしましょう。今回は廣岡を、カナをちょっと出してみたいと思います。カナと節子と、藤原かな。浦川にしましょう。これで分かった。ですね、3412ですね、このシステムが。
3412のシステムです。この両方のウィングバックがかなりポイントだと言いますね。3412、これが実はおすすめされたフォーメーションでして、両ウィングバックがこの攻撃と守備やる、だからスタミナの多い選手が求められるのか。 B ってどうなんだろう。となるとスタミナを重視しないといけないからな。スタミナそんなにないんだよな、よく考えりゃ。スタミナってこれか、 A だろうな。 B、D、D、 結構スタミナないよな、どの選手も。こうするか。こんな感じでいきましょう。お、なんかすごいなこれ。このピラミッド型の構成は面白いですね。パンチング、おっと、ゴール前、広岡が好判断かな。気をつけろ、いいかい、渡った。あーっと、こわピンチピンチピンチ、早いゴール、早い。なんだこの強烈シュートは。縦の速攻が怖いよな。サイドからどう、パンチング、コベス、これはうまく取った。さあ早くも逆襲だ。ワンツー、サチコ、サチコ超えた、シュート、パンチング、またパンチング、キーパーなかなか強い。防戦です。おっと、センタリングを上げて、エリカ入った、同点。ポンと上げてポンですよね。ポポポポポーンっていう感じです。噛んでよ、一度右に返します。これはノンフィスルか。追随できない。キャンデローがいつの間にかやってきている。まだまだピンチは続く。おお。防戦一方になってます。あっと、はまらなかった。しかし早い。ここで試合終了。あのキャピタル東京から1点取りましたよ。
これ取られて速攻決められたのは痛かった。イゴールが早い。強烈シュート打つんですよね。ピノもうまかったしな。完全に裏をかかりました。そしておっと、これは結構緑の上げ方も良かったですよね。エリカすかさず決めます。ここそれからしばらくはピンチが続きます。波状攻撃がなんとか逃れます。これは決まらなかった。まだピンチ。早いシュート、シュートなんか早いです。さあどうだろう、みゆき選手。おっと、入団です。はい、女子選手出てきないですね。出てこないです。さあいよいよ開幕前最後の練習試合です。函館ペンタゴンとやりましょう。くるみを登場です。さあ3バックということで試合です。さあ押し上げた。高さの戦いになってますね。高い方が勝つっていう。さつき、くるみへ、ゆうな、オフサイド。さあ、なあこ。高いですね。防御は高いから、ここは反対方向へ。ななこ。ユーナ、ユーナが決めた、なんと。ナーコはセンタリング、それをユーナが、ユーナも、力つけてますよね。さあ、深見。おー、ナナコ、ナイス。いいよ。いいぞ。さーって、センタリングから、高さの勝負になったが、これは決まらない。さあ、内奥が早い。と、
ああ、これは捉えますよね。さあ、ピンチだ。と、ゴールラインを割りました。まどかから美穂。さつき、ななこが、これはファールですか。さあ、ゴールキックじゃない、コーナーキック移行です。から、くるみが、だが決まらない。さあ、ここはインターセプトを鮮やかに決めたいところ。落ち着いてボール回しをして相手の良さそうが、あ、入られた。この辺はさすがに一流チーム。微妙に上げてきますか。ファールではない。さあ、アディショナルタイム。ここで試合終了。1対1の引き分けでした。先制点は我がクラーカリバーズでした。しかもなんとユーナ。そして函館ペンタゴンが攻めます。これはゴールラインを割る。ん？一方クリミオファールでチャンスを得ますが、このコーナーキック、さらに畳みかけようとするんですが、これも決まらず、反対にですね、函館ペンタゴンがこの愛子のこうボレーで合わせて、さすが N1 です。侮れないっていうか、やっぱり強い。ただシュートの本数はこちら側上回ってますね。枠内も、3回と上回ってるんで、チャンスは多く作ってるということになります。さあ、学びどうだろう。また入団だ。 OK です。さーて、そうですよね、さて、いよいよ開幕戦、エルドラド欧州戦になります。4位となかなか、N1 の中では強いチームで、一流クラブになっております。これは楽じゃないですよね。次の高知四万十すも7位。そして、前年優勝の筑波田ガマがやってまいります。
でどの選手を解雇するかですが、広田ですね。はい、これでですね、さらに女子選手の比率を増やせて、もう男子選手90番台になっているんですが、浦川、藤原、広岡、鬼丸、三木本、羽生田だけになりました。さあ、背番号をどんどん変えていきましょう。じゃあもう解雇でいいんですけどね。どの選手がみんないいですからね。もっとポテンシャルが落ちてきてる選手が多いというのはすごく気がかりではあります。というわけでスターホースポケットをやっていきました。いかがだったでしょうか。この動画最後の20秒で関連動画プレイリストを表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。また、コメント高評価などもお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。